全国の陰キャの皆さん、いつも学校の教室でキラキラ楽しく笑っている美女ギャル JK が目の前で泣きそうな顔をして立ち尽くしていたら、皆さんならどうしますか？あれはうちのクラスのギャル松田葵さんじゃないか？なんであんな泣きそうな顔しているんだ？傘ないのかな？なんか気になるし、陰キャな俺でも無視はできないよな。俺は梅木英二、高校2年生。俺は勇気を出して普段話したこともないクラスメートに話しかけることにしました。松田さん。え、誰？同じクラスの梅木英二ですけど。ああ、そんなやついたっけか。ああ、思っちゃいましたけど、名前覚えられてなかったし、存在も認識されてなかったわ。傘ないなら貸しましょうか？いらない。傘があったってどうせまだ帰れないから。なんかあったんですか？お肉が買えなかったのよ、今日の特売の。ああ、そういや限定50パックとか言ってましたもんね。それを買うためのお金しかなかったから他のお肉は買えない。そして私はお肉を買わないと家に帰れない。よくわからないけど、そんなにその肉を買わなきゃいけない理由があったのか。じゃあ譲りましょうか？え？これでしょ、松田さんが買いたかったやつって。ありがとう。いえ。松田さんってスーパーに買い物に来るんだ。意外と家庭的な人なのかな。てか傘貸してあげればよかったかな。この時俺はまだ彼女がママ母に虐げられていてかわいそうな身の上にあることを知らなかった。翌日、今日も松田さんを発見してしまった。2日連続で会うなんてなんかちょっと恥ずかしいな。でも今日も困ってそうな顔してんだよな。こんにちは。あ、気まずそうだな。話しかけない方が良かったかも。じゃあ失礼します。待って。え？あのさ、もしかしてまた困ってますか？パエリアの材料が必要で。パエリア？ああ、じゃあシーフードミックスを探してるってことですか？でも手持ちのお金じゃこの店のシーフードミックスは買えなくて。昨日から随分ギリギリの予算で買い物をしているんだな。でも単にお金がないだけならわざわざパエリアなんて食べようと思うか？近くに業務用スーパーがありますよ。そこならもっと安く買えると思う。え、本当？よかったら一緒に行きましょうか。案内しますよ。ありがとう。マジでありがとう、梅木くん。あ、名前覚えてくれたのか。今日も助かったよ。ありがとうね。いえ。梅木くんって毎日買い物してるの？ああ、はい。うちの親共働きだから俺がいつも料理してます。そっか、すごいね。松田さんもそんな感じじゃないんですか？全然違う。私はただ嫌がらせって感じで買い物を頼まれてるだけ。嫌がらせ？誰に？私の最近できた新しいお母さん。それってママ母？松田さんは一緒に歩きながらポツリポツリと事情を話してくれた。松田さんのお母さんが病気で亡くなったこと、それからたった2年でお父さんが再婚したこと。お前の新しいお母さんだ。返して、やめて。こんな汚い服置いておけないよ。あなたには関係ないでしょ。あんたお使いもまともにできないの？今日の晩ご飯は抜きだよ。そんな、だってあなたが。言い訳するな。新しいお母さんは松田さんをよく思っておらず、よく無理難題をふっかけて家から追い出そうとすること。その難題をクリアできないと亡くなったお母さんとの思い出の品を捨てられてしまうことを。最近は少ないお金渡されて
買い物リストにあるもの全部買ってこい、みたいなのが多いんだ。あの女は、私にクエストをクリアさせないのが目標だから辛いわ。でも、頑張ればギリギリクリアできそうなラインのクエストなの。こっちが必死で頑張るのを見て笑ってんだわ。そうですか。学校じゃいつも楽しそうだから、そんな複雑な家庭事情があるようには思えなかったな。俺でできることなら手伝いますから、行ってください。うん、ありがとう。その後、俺を味方につけた松田さんは、買い物の試練を軽くクリアするようになった。するとママ母は、松田さんにさらなる無茶ぶりをするようになった。壊れたオルゴールを今日中に直せって。はい、できましたよ。カラオケで100点取らなきゃ、お母さんの遺品を捨てるって脅されて。100点出ました。知り合いに配る編みぐるみ10個、明日までに用意しろって。問題ないです。間に合います。梅木くんって、何でもできるんだね。マジですごいと思う。昔から友達がいなかったんで、いろいろなことを極めるのが趣味でした。いや、強すぎ。松田さんは友達多いんですから、もっと友達に頼ったらどうなんですか？やだよ。ママ母に虐げられてるとか、私が反抗できず耐えることしかできないとか、お父さんは仕事が忙しくて気づいてないとか、全部ダサいじゃん。適当なこと言われて傷ついたり、腹が立って喧嘩したりもしたくないしね。あ、もしかして梅木くんばっか頼ってて迷惑だった？ごめん、頼りすぎてたよね。いや、俺も結構楽しんでるんで、松田さんがこうやって頼ってくれるの嬉しいです。次はどんな難題が来るかなって、最近はワクワクしてます。もうこっちは必死なのに。でも梅木くん一人で100人力だから、ほんと助かっちゃう。ありがとう梅木くん。そう言って笑う松田さんも楽しそうだった。しかし数日後、松田さんが学校を無断で休んだ。クラスのギャルが松田さんと連絡がつかないと騒いでいて、俺もなんとなく不安だった。ねえ、まっちゃんと連絡取れた？全然ダメ。どうしたんだろう。もしかしたら、新しいお母さんと何かあったのかな。スーパーにもいないし。あれ、松田さん？梅木くん。どうしたんですか？あの女が、私が大事にしていたアルバムをどこかに捨てたっていうの。お母さんとの写真がいっぱい入っているのに。それで学校を休んでずっと一人で探してたんですか？一緒に探します。どの辺に捨てたって言ってるんですか？わからないけど、空き地にポイッと置いてきたって言ってて。ほぼノーヒントですか。じゃあ人海戦術で行きますか。え、誰を呼ぶの？頭に矢の字のつく知り合いです。え、俺は知り合いに頼んで人を貸してもらい、町全体で大捜索を行った。頭に矢のつく知り合いって、ヤンキー？しかもこんなに？いつだったかな、バイクのエンジンがかからなくて困ってる人を助けたら、その人がなんかのチームのヘッドやってるって人で、その時お礼に、何かあったらいつでも呼んでいいって言ってくれたんです。完全に気に入られてるじゃん。姉ちゃん、これ姉ちゃんの写真じゃないか？そうです、これ私のアルバムの写真です。一枚だけですか？そうですね、それが見つかった周辺にはないです。バラバラに捨てられたんでしょうね。いや、もしかしたら。松田さん、家に戻ろう。きっとアルバムは捨てられてない。松田さんの新しいお母さんが持っているはずだよ。え？俺は松田さんと一緒に松田さんの家に向かった。ヤンキーの皆さんを引き連れて。ヤンキーの皆さんをバッグに置いて、松田さんがママ母を問い詰めると、ママ母はあっけなくアルバムを返してくれた。やっぱり必死に探す松田さんを見て楽しんでいただけで、本当に捨てた写真は一枚だけだったようだ。なんでヤンキーなんかがうちに来るのよ。ああ、すみません。この人たちは俺の知り合いで、松田さんとは一切の関係がありません。でも
あなたが松田さんをまた困らせたら、俺はまたこの人たちにお手伝いを頼むかもしれませんね。すみませんでした。またな。本当、梅木くんってすごすぎ。いや、俺は虎の意を借りただけですよ。そんなことない。梅木くんには助けてもらってばかりだもん。だからあのさ。はい。お礼したいから付き合ってよ。どこへ？バカ、そんなんじゃないって。今まで助けてもらったお礼を全部したいから、交際して結婚して子育てして老後もぼちぼち幸せに過ごすまで付き合ってって言ってるの。え？こうして俺は美人ギャルの松田さんとお付き合いをすることになった。あれから松田さんはママ母に虐げられることなく平穏な日々を過ごせているという。お父さんは何があったかを知らないままみたいだが、松田さんはそれでいいと言っていた。また何かあったら助けてくれるんでしょ？うん、それはもちろんですよ。漫画エンジェル未公開、チャンネル登録よろしくお願いします。